皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、1月の28日、14時59分、昨日までの状況等をお伝えいたします。佳子さまや、宇賀なつみや、斉藤真美アナウンサーや、あと一応宇垣美里宛てにも言っておきましょうか。昨年の年末か今年の最初の方に上げた YouTube のアップロードした内容で、その宇賀なつみとかにすごい怒って、番組降りろみたいなことを、降りろと言ってましたけども、あと斉藤真美にもちょっと後で冷静になって、要するにストレスの絶頂期だから、その同じパターンに僕もハマってるみたいなんですけども、例えば、結婚したい人を、佳子さまに、絞っていましたと。で、そこを継続していく中で、他のものとどういうふうなことがあったかっていうことが結局頭から抜けてしまう。だから記録をしておかなければならないっていうことになってくるかと思うんですけども、例えば宇賀なつみに関して、私の母親が亡くなる寸前の頃、この辺りで、警備員として来ませんでしたっけ。宝塚三田病院に最終的に私の母親は、預けるような形で、その老人ホームに入るお金がなかったので。で、最後亡くなる先は宝塚三田病院で。で、バスに乗って、宝塚三田病院に、行ってたんですよ。で、バスが途中でバス停じゃないところで止まって、降りたらわかるって運転手さんの人が言うんですよ。で、特に僕降りなかったんですけども、なんでってこうバス停もないのにって、どういうことみたいな形で、警備員として行った女性が、後から思い出したら、あれ、宇賀なつみだったのかなと。これね、髪の毛の長さが、腰ぐらいまでの長さかな。で、その時の色は金髪だったのかな。で、その時の状況とか SD カードで送ってた内容を思い出すと、私の母親が亡くなる寸前で、もしかしたら、一緒に、お見舞いに、行こうとして来てくれていたのかもしれない。ただもうこれ本人かどうか分かんないんですよ。これ宇賀なつみに対してのメッセージでもあるんですけども、言い過ぎたかなと思って、番組やめろの話は、なしにしておきます。訂正しておきます。関係者の皆さん、どうもお騒がせいたしました。あと、斉藤真美に関しても、そういうことにはしておきますけども、結局、世の中とか起こされてるその原理がよくわかんないんですよね。で、昨日のその、池上彰ニュースそうだったかと、土曜は何するのところで、土曜は何するのところで、会うっていう音声を、出演者の者が聞いて、宇賀なつみに何か伝えて、会うって言ってたんですかね。で、池上彰のニュースそうだったかでも、そういうことなら私が会いに行きますっていうことを言ってたんですよ。朝からその、高島彩の声も聞こえてきてる状態で、コンピューターの声みたいなんですけども、出るとか、すごい片言言葉なんですけども、いろんなこといろいろ言ってくるんですけども、昨日もね、結局、夜の、12時ぐらいにこの横に車とかで誰か待機してました。宇賀なつみとか一応今日今度高島彩の声で C っていう声が聞こえてきたんですけど、今日のその
ね、その私が今まで取り込んできたその政治経済とかじゃない、こう天気でもない思い出すの分野、縮小しなきゃならないって言ってる分野の方の言葉を今言おうかと思ったんですよ。今日の、まあ言いにくいんですけど、もし言われてるから、高島これコンピューター端末とか言ってきて、もう正直ちょっと面白いわ。はいはい、あのまあ、まあ喧嘩にならないようなのか、和やかになるようになるのか、まあ、まあ真面目な声で言ってきてるんですけども、言葉のワードが端末とか、こう真面目に言われたら言われたら面白いじゃないですか。もうはっきり言いましょう。あの例えば今日のね、その格闘技の試合の方の1の方の試合とかで、こういや、その僕はね、そのスポーツの勝ち負け、まあ格闘技の試合もそうなんですけども、基本的にテレビの画面を見て一戦一戦しっかりと取り込んで、一つ一つ、勝ちに行きたいっていう考え方なんですよ。でそれで以前その YouTube でアップロードしてた内容が、その例えば1という、まあ、K1 のルール、もともと K1 が1という名前になって、その中国が主催するような形になったんだと思いますけども、そのペーパービュー方式、まあ、これはもともと僕が言ったんですけども、そのアベマとかああいったその日本産のものを固めなければならないみたいなことを言っていて、まあペーパービューというような形での放送を、行っていますと。で実際僕はその1回のその試合をその見るのに、まあ、6000円かかるんですよ、今回の試合で。そんなお金ないっていうことで、いやお金の支払いもないのにっていうで、まあ、なんとなくその格闘技で井上尚弥選手とかボクシングでね、4団体統一を、今2つの階級でしたんでしたっけ、まあその辺のところ試合がしっかり勝ち負け取り組めたりできるのも、頭の中とかそれ以上のものがいったりだとか、そうなる現象の中で、もともと井上尚弥のそのお父さんが確かコーチしてたと思うんですよ。でその頃はまだ地上波の放送だったと思うんですけど、僕に向かってお金のことですよ、払うって言ってくれてるんですよ、大きな声で。それぐらいだったら払えって。でそれで多分勝ちやすくなってるんじゃないかなと思うんですけども、だから那須川天心という選手、まあ彼もさまざまな格闘技を行っていて、もともと K1 なんですけども、まあ、無敗のまま、ボクシングに転向したりだとか、まあ、総合格闘技も少し出たりだとかしたみたいなんですけども、無敗なんですよ。ただ彼ももしかしたらお金払うって言ってる方かもしれないですね。まあ、もしかしたら親は言ってるかもしれないし、本人が言ってるかもしれない。で、基本的にその辺のところ、まあ、だから阪神タイガースに関しても、お金を払うっていうことは言ってるし、ワールドベースボールクラシックに関してもお金払うって言ってるんですよ。僕に対して。だから、その辺のところで頭の中を貸しやすくなったりだとか、得点に結びついたりだとか、まあそういったところがあるんじゃないかなって思ってるんですね。で、まあその可能性は非常に高いと。まあだから僕は取り込む形に関しても、そういった部分があるからこそ、いつかお金が払ってもらえるという部分があるから、まあ人生大逆転とかじゃないですけども、まあ特別ものすごい金額とかを狙ってるわけでもないんですけども、ただまあそれなりの金額じゃなかったら、例えば年金2000万以上かけてなかったら1月15万円にも達しないっていう、それも60歳からの受け取りなのか65歳からの受け取りで2000万なのかもわからない。もしかしたら65歳からの受け取りで2000万かもしれませんから、掛け金2000万かけてなかったら1月15万円に達しないかもしれませんから、だから必要最低限の暮らし生活保護を出してっていうことを考えたら、まあやっぱりまとまったお金にならなきゃならないだろうし、まあものすごい
金額にもしになるんであれば、その生活保護費とかも国に返還したいなとは思ってるんですよ。そんなに僕物欲とか特にないんで、まあその結婚とかしてその嫁さんを喜ばせてあげたりとかで、まあそういったことでお金を使ったりとか、うん、まあただゲームとかに没頭し始めたら それなりにお金使うかもしれませんけども、基本的に、何かものすごい物欲はあるとかそういうわけじゃないですから、ちょっとまあ話だいぶそれましたけども、その総合格闘技の方でなんかこう横に抱きしてたのかなとか、まあ昨日は土曜日だから、まあサタデーステーションがあるから高島屋が出てるから、まあそれでコンピューターが高島彩の音声で、まあそれで高島彩が僕の結婚を手伝ったことにしようとしているのか、まあスーパーコンピューターは富士通 100% ですから富士グループでしょ。で高島彩はもともと富士テレビの正社員としてのアナウンサーだったじゃないですか。一応それはそれで話の整合性合うかなとは思うんですけども、まあけど普通に考えたらコンピューター任せの責任問題っていう、いやそうじゃなくて本人が電話かけて、はい、我が天下とか戦国風の請求とか、あとまあ任天堂さんとかと、まあ金一封の話だとか任天堂スイッチに関してだとか、まあその後の、まあ任天堂の役員の人たちとソニーの役員の方たち、まあ両方と同時に会って話とかもしたいですし、その任天堂ステーション、そこは本当は任天堂ステーションボックスみたいな形でマイクロソフトさんの、XBOX だが、そこも共同で家庭用ゲーム機が作れたらなっていうところですね。話が全て、それで申し訳ないんですけども、まあその辺はエコロジーの問題とかもあるんですけども、まあだから宇賀なつみに関しても正直に、まあ会ってくれたら嬉しいっていうことは、まあその池山彰のニュースそうだったかでも伝えていましたし、心の声の方で。で、そこでまあ、撮影してる時と時間軸は違うから、YouTube でアップロードしてる内容と、その向こうの、そのテレビの中の時間軸では、淡いケースが言ってる内容と違うみたいな文があるかもしれない。だから、まあコンピューターに伝えてもらえばという、まあ寝っ転がってこうテレビ見てるくらいがちょうどいいみたいなことを言ってましたけども、まあそれはそれでコンピューターが何か伝えてくれてたみたいで、それでまあ宇賀なつみがそういうことなら会いに行きますということになってたんですけども、まあこれ佳子さまにも、まあ皇室の方たちにもご相談ということにもなってくるかと思うんですけども、この結局宇賀なつみは架空の結婚をしていた可能性があると、まあウィキペディア上で。でまあなぜそれがそうなったのかのところで、心当たりが一番大きなところがあるとすれば、2017年頃もう親の介護で、神戸から離れることできないから、もうみんな自由に結婚したらっていうことを言って、まあそういう風になってる可能性がある。で大江真理子は結婚したのはいつだったのかなというところと、そのまあ、出産をしてないところを見ると、大江真理子もその結婚、架空結婚なのか、斎藤真実もそうなのかなっていうところなんですよ。だから芸能人ね、これ何人いますっていうことで、もうここまでの人数になってきたら、もしかしたら他にもいるかもしれないでしょう。もともと僕と会って結婚話をして、テレビ出ての人間が、それを達成しなかったら達成しなかったり、もしかして電波で無理やり起こされたりしてます。それはそれでちゃんと対応しなきゃならないことですから、少なくとも昨日の晩は僕は12時過ぎに寝て3時ぐらいに起こされました。夜中ほとんど寝てないやって。まあもうそこはもうだから、もう睡眠薬飲んで寝てる状態で、昨日はスポーツの勝ち負けなんか取り組んでるわけでもなかったし、だから結婚問題を飲んでそういう風になってますみたいな形にもなりますし、相手変えたのなんだのみたいな形なのか、
一応ね、昨日は土曜日だから、まあ、どうなってるかなっていうところで、おはよう朝日です。まあ、斉藤真美アナウンサーが出てると。で、土曜は何するを見て、池上彰のニュースそうだったかを見てなんですけども、サタデーステーションは録画してたものを見ていって、途中で、もう眠たくなってきたから、もう見るんやめようかと。そういうふうな形で、まあ電源オフにして寝てたんですけども。まあ片や今日ワンという試合があると。何要因で夜中の3時に起こされてるのかよくわかんないんですよ。で、まあ今日、その、出る方って、例えばね、昨日の晩23時50分頃、高島彩の音声が聞こえてくるんですよ。で、出る方って、その、テレビに出るなのか、家を出るなのか、それはもう、いや、正直ね、もう僕、その、両腕を殴られた件とかいろいろあるから、夜中に外出る、怖いっちゃ怖いんですよ。だから、家の中にいてもものすごい一番生命の危険を感じたときは、その絡んでくる連中で、夜中の2時ぐらいかな、男10人か20人ぐらい、ここ、ギャーギャー言いながら、歩いてる。まあ明らかにこっちに喧嘩売りに来てる。ちょっとこの人数、まずいぞと。で、体を硬直して、もう110番、怖くてかけれないような状態。だからそういうふうなこともあったから、とりあえずね、まあいくらでもこの時間はないかと思って、まあ次出る方って明日のこと言ってるんだろうなっていう感覚だったんです。一応けど日付変わったら夜の中12時過ぎたら明日っていうことになるでしょう。いやだから、まあ明日の、まあ、朝とか昼過ぎとかに買い物行った時とか現れるんじゃないかなって、とりあえずその時間帯遊んでなかったらと思って、でまあ今日ね、まあ、遊んでないままとりあえず買い物行ったんですよ、昼過ぎぐらいで。家帰ってきて、まあ誰にも遭遇しなかったかと。っていうことは昨日の晩のその20時50分ぐらいから外で、まあ、車にいた中に誰かがいたのかなっていうことになってるんですよ。これ、何にもないのに、その、なんか変でしょ。その、だって、デートしたわけでもないし、相変わらず名前出るでしょ、電話番号分かってないままで、これもしかして、テレビ見ただけでそうなってます？っていうことなんですよ。だから正直他にもインターネット記事とか見ていて、まあ紀子さまの体調が悪いっていうことを今年のインターネット記事で見かけて、まあ外すだとか、まあそういった内容のものをお伝えして、でただ顔色を見た時はまあ白い肌をされていたので、睡眠不足ではないんだろうなっていうのが、まあ、僕の見解なんですよね。でもしかしたら僕の体調のことを書いてません、記事書かれてる方っていう、もしくはまあ何らかの呪い、例えば結婚希望相手を上夏美に変えたみたいな形で呪いが言ってるのか何なのか、かもしくは結婚希望相手を佳子さまにしてるがゆえに上夏美からの呪いが言ってるだとか、 いろんなケース想定できるんですよ。で今日帰ってきてからまあインターネットの記事でも見ようかと思って、まあ、見ようとしていたら、後藤真希という、歌手と言ったらいいんですかね。まあ一応役者もしてたみたいなんですけども、まあ途中から YouTuber みたいな形になってるみたいなんですけども、その年齢も、まあ上夏美と同じぐらいですかね。だからまあ僕
と10歳ぐらい違うぐらいの年齢かな、そこまでも離れてないのかな、だから ある程度の年齢ではあると。で YouTube、まあ、一応 YouTube って出し入れとかもできるから、まあ、もしかしたらもう少し前撮影した YouTube なのかなとか思ったりもするんですけども、 6LDK の家を購入で、その家の中を公開っていう動画だったんですよ。で僕それをね一旦見ようと思ったのは、それ本当にその年齢で返済できますっていうことを、まあまあ YouTube に向かって聞く方向ですけど、まあ心の声で、まあ返答はなかったんですけども、まあ他の特典でちょいちょいまあ返答はあって、まあその部分は動画は切られてる、まあ削除され、まあその部分をカットされてるっていう、まあ状態なんですけども、まあ、もう このカットっていう言葉使っただけでもこの辺がちょっと痛くなったりだとか、まああとでそのまあ格闘技とかの勝ち負けとかでその試合が終わった時にこう指が切れていたりだとか、もうちょっと詳しく言うと皮膚の一部分がなくなってるって言った方がいいのかもしれないですね、的確かも。まあそういうような現象、まあそれ映像を撮影しながら、例えばこの間のYouTube 一覧表で格闘技界へのメッセージのところで、2024年1月のまあ寺地健志郎選手の試合、寺地健志郎選手や那須川天心選手や誰それへのメッセージっていうものですかね。まあそういう内容のところを見てもらったら分かると思うんですけど、最後の方にね、残り5分ぐらいのところで僕のこう指を撮影してる内容が流れてくるんですけど、皮膚がまあ、切れ込みが入ってると言ったらいいかもしれないし、皮膚は一部なくなってるっていう、だからそれをいう現象は前からあって、うーん、笹山の方の河川を撮影しに行った時にもう動画名忘れたんですけど、ここの、まあ、人差し指なんですけど、ここ縦にまあこれぐらい皮膚が裂けて、まあ、ある程度治ってきてから撮影して、まあ、跡が見える程度ね、その撮影しに行ってる時にどんどん指が裂けてきて血が出てきてっていう形なんですけども、だからその時なぜそうなったのかも謎ですし、まああれやこれやで、まあどこをどう対処したらいいかで、まあ、困ってるっていうところですね。まあ、来週もその方向で行きます。これ言ったら言ったで来なくなったりします。もういいんじゃないですか、それで。まあ、一回ちょっと外出て、その日付変わる云々ぐらいの時に、まあ例えば宇賀なつみとか高島屋とか、まあ他の誰か、まあまあ まさか加古さんはそれしないでしょ。まあちょっと特に見覚えなかったらすぐに怖いから家の中に引き返そうかなとは思ってるんですけども、一応ね、まあその車に関しては鬱陶しかったから頭の中でね、車のナンバーメモしたろうと思ってそれを想像しちゃったら急に大回ってでその車って発進してどっか行ったんですよ。どう思います、この一連の話を聞いて。だからもう僕も訴えるんだったら、とりあえず例えば阪神タイガースとかにお金の請求をまあかけて訴えるだとか、まあそういうふうなことになるんでしょうけど、まあ我が天下とか戦国部の方は高島屋とかが証言になってくれなかったら。
難しいんじゃないかなと思ってますね。自分が送った SD カードでその日付とか言ってた内容とかの記録って一切ないんですよ。それ残していたら信憑性があったりとかで、まあ無裁判が始まったりするかと思うんですけど、とりあえずまあ河川水門外式弾発電の方は国の特許出願するんだったら国の方で特許出願してもらって、まあだからまあ弁理士さんとか弁護士さんつけてもらって、で書類作ってもらって、でまあ国持ち所有っていうような形にしておいて、まあエネルギー庁で雇用をしてもらう基本給自体がまあ年齢に合わせてみたいな形でいいんじゃないかなと思ってるんですよ。ただそれのそのケースだと他のその今までの分の僕の取り分のところのお金ある程度入ってこなかったら年金完全に足らない、まあ生活云々もある、だからまあ結婚してくれる相手がいるのかいないのかもよく分かんないこの状況下で、まあ誰かと結婚したとしましょう。でこの年齢で、だからまあ家今から買って間に合うのかどうかっていうところ、その部分があってね、そのちょうど都合よくと言いましょうか、インターネット記事でその後藤真希があって、その YouTube のねその6月期の動画であったから、3階建ての 6LDK広い家、返済できるのってその年でって、まあその後藤真希のその母親も転落死したことになってるんですよ。でその宇多田ヒカルのお母さんは藤井恵子という名前で歌手をされてたんですけども転落死してるんですね。でまあ皆さん本名でしたからの話になるし、本当にお亡くなりになったんですかの話になりますし、まあなぜ亡くなったことにしなきゃならないのかっていうその理由とか、その辺のところもまあ教えていただきたいなっていうのはありますね。そのテレビに向かってうんぬんとか今までの話うんぬんとかで、コンピューター上のデータとして死んだことにしなかったら電波でその無理やり起こされたりするからとか、そういうふうなことがあるのかなとかもいろいろ考えたりもします。だから自分が今どういうふうな裁判をしなきゃならないのかなっていうところで、まあ元手が必要ですから、何から順番にしたらいいんだろうっていうところですね。まあ話あんまり長くなったらあれですので、まあこれまあ相談はこれぐらいにしておきます。でまあまあ上夏まあまた同じ方法します。でまあ今何て言ったらいいんですかね、僕まだ結婚希望相手を変えなきゃならないみたいな話じゃないと無理なんですかね、どう思います。なんか結婚相手を固定していても結局例えば家の横を通り過ぎられたりだとか声かけれなくて、まあ、声は一応佳子さまの時はかけましたけども、今度佳子さまの方が心の声の方で結局電波システムだったでしょう、口で喋れなかったじゃないですか。だからそこなんですよね。その僕も他の人を見かけた時に自分から声かけれなかったりだとか、今年かな、岡場駅の近くで関口メンディーという元今もエグザイルのメンバーなんですかね、エグザイルのものを見かけたんですけども、
なんか見たことあるなだったんですよ。で、一回ちょっと立ち止まって、後ろ振り返って、関口メンディーかなと思って、で、彼はそうって言ってたんですよ。けど、特にこちらから、何喋ったらいいんだろうっていう感覚で、まあ数秒間、彼を見つめていて、なんかもう気持ち的にもういっかって、まあ精神的に疲れてたっていうのもあるんですけども、うん、その電話をかけてこない方法に対してっていう部分もあって、で、うん、今それ言ったらなんか、高島彩の声でやばいっていう声が聞こえてきてるんですけども、だからそれが、僕はそういうことを言うことによって自分が声をかけれなくなってるのか何なのか、そのスポーツの勝ち負けとかで、その、試合が始まる前とか試合中とかに言葉の組み立てっていうのを行ってるんですよ。だからそうすることによって、その試合を勝ったりとか、頭の中が行きやすくなったりだとか、まあ最終的の結果では試合に勝てるように、言葉の組み立てを行うことによって、できてる。それが全くない状態だと、試合は良くて引き分けなんですよ。だから、自分が言うことによってもっと前向きに何か声をかけるだとか、何かそういうことを言っておかなきゃなんないのかなとか思うんですけども、それでもし僕が声かけれなかった時にね、1日例えば3人ぐらい、誰か現れたとします。で、僕が声かけれなかった場合、僕の方が睡眠不足にされるんですかっていう怖さもあるんですよ、これ正直。まあ、いろんな部分で、まあ、悩んでますということです。まあ、31分というところで、区切りのいい時間帯、ミスタータイガース、影夫さんの背番号と同じ31分ということで、これぐらいにしておきます。以上です。経過報告です。